はい、皆さんこんにちは、カズンドです。こんにちは、トクです。ナチャさんもいらっしゃいます。こんにちは、ナチャです。いい声です。いらっしゃいませ。毎回ありがとうございます。はい、ということで今いろいろ話してはいたんですけども、まあこれがね何本目の動画になるか分かりませんが、雷を上限解放1段階でいいんでしたいということで、ちょっとだけ回したいと思います。ただね、最近やっぱり発電の多い、やりすぎだろ。私も十分承知しておりますということで、使っても今あるストーンのみでございます。よろしいですか。で、出現割合もですね上がってるそうですよ。4回目は SR 以上確率アップでございます。なんとか来てください。うん、行きます。はい。ちなみにさ、 SR 一体来たところでもダメなんだよね。そうです。どうしたらいい。いや、 SR 一体来たら、僕だったらやっぱりその SR をちゃんとプラゴにしますけど、うん、これからたくさん回されるんであればもうポンポン突っ込んだ方が。そんなことはないっす。そしたら SR 一体出たら考えましょう。事実、来ておりません。はい。ピックアップキャラ誰もいませんでした。一体は来てください。はいよ、一体でいいか。さあ、ググって。確率アップじゃないの。いやー、 R でもいいんだよね。です。トーク、まだ前半戦です。こっから折り返しになるか。ここで決めよう。よし、カーミナリリ、カーミナリリ。いや、嬉しいんだけど違うんですよ。そうです。嬉しいよね。折り返しでございます。はい、オッケー。2枚、2枚きた。雷くい、雷こい。あ、これはでも嬉しい。おい、全然関係ないやん。ピックアップって何だったっけ。今の2キャラ全然関係ない。全然関係ない、もう頼むよ。いや、雷来い。雷、雷、ちょっとまずいな、これピックアップ本当にやばいですね。ラストでございます。頼みます。いや、頼む、ワンちゃん。いや、せめて雷、君の PR でいいから見たい。うーわ、全然来ない。やばい。え、収穫ありました。でもね、 R1 枚。マジっすか。やばいよ。え、ピックアップされて、ピックアンドロールですよ。なんで。ここにもう1枚あるのかな。いや、でもこれで絶対解放しないよ。これはまあしないよね。厳しいですよね。この間のガブリエルがそれを証明してますね。ですね。はい、検証しましたから。きついと思う俺もね。いや、つかこのガチャがちょっとびっくり。 SR 以上ちゃんとアップですよね。でもアップでしたよね。思い出たのは嬉しいけども、けどもですよ。やっぱ最近のコナミは信用できないですね。信用しできないとか言っちゃうからダメなんじゃないか。いや、コナミは結局私たちをね、お金だとしか思ってないです。そんなに怒んなくていいよ。信用なりませんね。そんなに言わないであげてよ。
どうするべき、これここでさ、でも全食わせはちょっと違うよね。うん、これは食わせられないですね。ダメだよね。だってもう可能性がちょっと低すぎる。無謀、ただただ無謀。え、仮にさ SR1 枚出てたらどうする？PR、あ、SR プラス5をまず作る感じ。俺は、うん、ぶっちゃけ、うん、作ります。僕も作ります。 SR プラ5、それは別に今回のガチャでじゃなくてですよ。もうこれから先に SR プラス5を目指して作っていって、はい、1枚母体さえあればこれからピックアップ来て引いていけば PR とか集まるから、うん、それぐらいの感覚でやっていくんであれば、今 SR っていうかね、1枚あれば気長に毎回ちょこちょこ出てくる RPR で解放していく。だから今回もガーって引いていくんであれば、もうそれやっぱ突っ込むだけ突っ込んで、砕けるだけ砕けて。それはできないって感じじゃないですかね。そうですね。うん、なるほど、わかりました。私もそういう風にやっていこうかなと思っております。まあでも本当前回のあのガブとルシでカズさん学んだと思うし、俺も学んだし、みんなも学んだとこあると思うんで、いろんなダメージあるからね。わかりました。じゃあそんなような感じでやっていきたいと思います。引き続きよろしくお願いいたします。お願いします。バイバイ。バイバイ。